撮影現場で何か覚えてるようなエピソードあります？この、まあまあ、あまり具体的なシーンはあれですけど、 こういうところがやっぱりやってみて面白かったなとか大変だったなとかっていうのは。そうですね、南丸くんに僕がその力の使い方を教えるシーンがあるんですけど、はい、そこで彼は才能を発揮するっていう、はいはい、まあ、ちょっとしたシーンがあるんです、はいはい、ちょっとしたっていうかすごい大事なシーンです、ね、そこで結構長いシーンで、はい、最後その水がバシャーってかかるシーンがあるんですけど、はいはいはい、あそこすごい覚えてますそう思うとなんかあーこのシーンかっていう。でもあれ見てても息がなんか息飲んじゃうシーンっていうか、あーっていうね。いやそうですね、うん、よく覚えてるし、うん、なんかえあの時ですよね、はいはい、いやなんかクレープ食べたことしか覚えてないあのクレープあれ大学で撮ってたんです。でその大学の校内にクレープ屋さんがあって、あそのクレープ屋さんの生クリームがめちゃくちゃ重かったんですねちょっと胃もたれするっていうレベルで重くて、なんかそれはめっちゃ覚えてますなるほど、はい、ごめんなさいクレープが思い出、そして楽しかったね、楽しかったですね、楽しかったっていう、はい、ありがとうございます、思い出あります、はいはい、細田さんとか上杉さんとの現場いかがでしたか、金田さん。いやだからもうすごい僕らは本当に悪いやつだなっていう感じですよね。本当そうでした ね、 ねその底辺であったんだろうなっていう本当に社会の底辺であった2人を、まあ、ピュアな方に、その感じでこう絡んでいくっていうのが、はい、うんうんうん、すごい。だからクレープ美味しかったねいなかったですよね。いなかったですけどね僕はいなかったですね、はい、あ、うん、最後もう一個センターいきます。どうですか、大丈夫ですか、伸び大丈夫ですか、はい、今確認してます。